いらっしゃい。岩本勉のマイドスポーツへようこそ。いらっしゃいました。今夜のゲストをご紹介いたしましょう。ガールズガールズの増田クレアさんです。毎度どうも。毎度増田クレアです。お願いします。ようこそ。毎度よろしくお願いします。クレアちゃん、美味しそうな名前おじさんが多くてすいませんね、ここの空間。よろしくお願いします。ちょうどクレアさんの真正面が、私高橋正一48歳、年男で、もう脂っこくて申し訳ないですね。おめでとうございますって言われちゃったかっちゃん。お気遣いまでありがとうございます。もう名前にちゃんとチョコレートかかってそうな感じやんか。本当ですね。エクレアってことですか。そういうとこ突っ込まなあかんねんやん、先に。あ、そっか。俺がもう一回なぞってから、あかりさんが拾ってくれてもあかんねん。今日横に座ってる意味を感じない。あなたは下のローソンの店員さんですか、その洋服は。縦島。青ストライプ。ブレットシェフの青ストライプで。いらっしゃいませ。いやちょっとね、クレアさんのお話を聞くコーナーですからね。まずプロフィールをご紹介いたしましょうか。はい、します。現在先行配信されていますガールズガールズ最新 EP のリード曲、寄り道 Take It Easy Baby に乗せてプロフィールご紹介していきます。うん、増田クレアさん、2003年宮崎県のお生まれです。2014年 EXILE が所属しています LDH の新人発掘オーディションに合格した後、ダンススクール EXPG スタジオ宮崎で学ばれまして、中学2年生の時に全国の EXPG の生徒さんたちから選抜されました。ハイレベルなダンススキルを持つ女子グループキジーのメンバー入りを果たされます。おい。2018年スタートの特撮テレビドラマ魔法戦士マジマジョピュアーズに虹色ユリア役で出演されまして、番組で結成されたユニットマジカルマジカルに加入。2019年には新たに結成されたガールズパフォーマンスグループガールズガールズに加入されました。また2019年から2年間テレビ東京系オハスタのオハガールもお勤めになったということです。文化放送ではですね、2021年からガールズガールズのガルガルトーク、さらに去年からはガールズガールズ美咲とクレアのアニファンにも出演されていらっしゃいます。ガールズガールズのガルガルトーク、毎週月曜日小牧根キータのレコメンの中夜10時30分頃、ガールズガールズ美咲とクレアのアニファンは毎週金曜日26時30分から放送されています。そしてガールズガールズの最新 EP 寄り道 Take It Easy Baby、 今お届けしている曲ですけれども、こちら10月30日にリリースされるということです。ありがとうございます。すいません、いっぱいとんでもないです。間違いはなかったかな。もちろん全然ないです。大丈夫ですか。はい、あ、よかったです。2003年お生まれということなんですが、はい、ガンちゃんが東京ドームを本拠地として投げていたんですよ、2003年まで。そうです、2003年までですね。あ、ちょうど、はい、うん、あなたが1歳の時にはもう北海道に移転していたって感じかな。そうか、そう、日本ハムね、先月21歳になられましたけれども、はい、同い年のプロ野球選手とかってご存知ですか。ね、セリーグですと阪神の前川選手とか。前川京選手ね、はい、巨人だと、今ちょっと先発の調整とかされてる京本投手、京本誠投手、はい、とかです。はい、まあ、パリーグだとあとは松川選手、ロッテの松川幸平ね、朗希と完全試合のキャッチャーが同い年ですかね。はい、あと他にもですね、はい、ベイスターズの小園投手、でファイターズ育成枠から大活躍の福島蓮投手、はい、あと、ここのところ、抑えでもセーブを挙げている柳川大成投手だとか、はい、あとライオンズでいうと滝沢夏夫選手、ね、内野活躍、あと、サウスポーのスケールの大きな羽田慎之助投手等と、結構将来が楽しみなこの選手が2003年生まれいるということなんですよね。今夜はクレアさんの野球愛にねとことん迫っていきたいと思うんですが、はい、男性ファンも嬉しいですよ。その昭和からね、男性ファンを中心にプロ野球の認知が皆さんに届き始めて、でそこに女性ファンも増えてきて、もう今や多いですね。ギャルと言われるこの若い世代までも野球を支持してくれるっていうのは、不人気リーグ時代のパリーグを経験してる岩本ちゃんからするとありがたい。いや、すごい。でもクレアさん世代でこの野球好きな人っていますか。いや、実は私の周りにはあまりいなくて、あんまりこう野球を語れる友達っていうのはいないんですよね。そもそもどうやって好きになってたんですか。きっかけって何ですか。私お父さんが野球、学生時代に野球やってたりとかで、親戚が
あの野球やってる人多くて、でなんかもうその生まれた時からもう野球見てたみたいな感じですね。まあ宮崎はで野球めちゃくちゃ盛んやからね、はい、そうですね。であとキャンプ地とかだったので、はいはい、なんか生まれた時からなんとなく巨人ファンみたいなところはありました。結構ジャイアンツキャンプとかであの宮崎のあのサンマリンとか運動公園見に行かれて、はいはい、あへそれきっかけです。でも本当にこうガチで好きになったみたいなのは結構多いと思うんですけど、 WBC で好きになりました。 WBC、はい、あそっからなんか熱が上がったって感じでしたね、はいはい、今ちょっとかっこよかった。 W を WU って言ったもん。言いました WBC WBC 確かに WU だもん、あれ。あーなるほど。もうあかりさんのね東北なまりを超えてくれ、ちょっともうネイティブの英語言ったろかと。初メートル、初メートル私よりかっこいいです。かっこいい方やんか。質問が届いておりますよ、リスナーさんから。埼玉市にお住まいの高信さんという方からです。ありがとうございます。野球大好きなクレアちゃんは今年たくさん野球関連のお仕事が多かったと思いますが、はい、一番印象に残ったお仕事は何ですか？また今シーズン見てきてこの試合がすごかったと思う試合があれば教えてくださいということで、はい、まあ、あの一番印象に残ったお仕事を聞いてもいいですか？一番は、今年の開幕戦で、あの、ハマスタで始球式をやらせていただいて。開幕戦の始球式は特別よ。そうなんですよ。ですよね、それがすごく、もうお仕事いただけた時は本当に嬉しかったですし、実際にやって、あの、すごいいい思い出になりました。なるよね。はい。あれ、たかが1球だけど、されど1球だから。いや、本当に。おっちゃんね、こう見えてプロ野球で1000イニング以上、1200何イニング投げたんやけど、はい、始球式の仕事来た時、あの1球でちびってもたからね。ボール届けんかって。うん、そうですか。だから俺は真ん中低めにフォークボール投げたってずーっと言いふらしいんだけど、スローで打つったら思いっきりストレートの握りしてて。でもそれほど緊張する。緊張する。うん。やっぱ特に、ね、あ、そこを、あの、なんていうのかな、うん、ちゃんと聖地として僕は捉えてたからね、はいはい、それをなんか汚らわしくしてはいけない、うん、冗談だけで埋めてはいけないなんて、うん、過度にいつも放送で言う、おい、はい、ピッチャー頭でっかちになな、はい、シンプルにいけって言ってる僕が、うん、頭でっかちになりすぎて、うん、ボール届けんかった。クレアさんは、はい、そういう真っさらなマウンドに立った、はい、あの時の気持ちって今思い返してどうだったんですか？いや本当に私もあのマウンドは本当にもう神聖な場所っていうのも思ってたので、うん、なんかもうできるだけ踏んじゃいけない、足踏みをしちゃいけないと思ったりとか、なんか例を全部しなきゃいけないとかをすっごい考えて言ってたんですけど、なんかもう緊張しすぎてぶっちゃけあんまり記憶があんまりないのと、なんか例もあんまりできてなかったなとか、そういう感じでしたね。でもやっぱりあんまり踏んじゃいけないとか、うん、なんかその足跡を、うん、なんかこれからピッチャーが戦う場で、うん、あんまりその踏んじゃいけない足跡を残すのもためらわれるって、なんかそういう気持ちなんかわかるような気がしますよ。退いてからそう思ったんだけど、現役の時、はい、目の前で始球式される方何人も見てきましたが、はいはい、全然踏んじゃってくださいと思ってたからね。はい、あ、そうなんですか。プレイヤーは何も思ってない。もう何やったらもうこのスポーツにね、花を添えてくれてありがとう、好き放題やってくださいだなのよ。本当ですか。クリアさんありがとうなのよ。もう穴ぼこ掘っちゃっていってくださいよみたいな。じゃあまた2回目ある時にはもう足跡つけていただいて。ただ気になるんやったら、はい、うん、手でチュッチュッって鳴らす仕草を入れるだけで、 あ、この人マウンドに敬意持ってる人かなというメッセージにはなる。そうですよね。そこまで気遣えなかったですね。まあ次はできると思う。次やります。この間杉谷健士が始球式やってた時、はい、彼はマウンドに入らなかったね。やってました。外で、はい、見ました、うん。それ僕コメントつけたぐらいも。彼はマウンドに対する敬意を持ってますねと。はあ、うん。別にこれが正解じゃなく、はい、これからされる方はマウンド入ってくださいと。うん、あの投げる先発ピッチャーがするともういきなりそこに花添えてくださいと思うんで、うん、全く気にしないですけども、はい、元野球選手の杉谷健士はそこをデリケートに扱ってくれましたねって僕言ったんです。すごい私も。でもやっぱりもう私なんか取材者ですけれども、うん、やっぱりああいうグラウンドとかってすごいやっぱり神聖な場所だと思うから、うん、特にプレーボールはね、はい、あの綺麗になってラインも綺麗なまんまやからね。そうですそうです。一番綺麗な状態で、ね、そう、はい、お互いのベンチの緊張感伝わってきたでしょ。なんか伝わります。あんま見れなかったですベンチ。見たかったんですけどなんか見たらダメかなと思って。だってファンの方だけじゃなくてベンチも見てるから始球式は。うわー、なんかそれだけで鳥肌立っちゃう、ね、でボールは届いた。いや、あの
ホームベース直前ぐらいでバンバンしちゃう。僕と一緒やんか。一緒ですか？一緒だった、一緒だった。フォークボールだ。フォークもしくはチェンジアップ。私もすっごいカーブみたいな、もう、めっちゃ上まで山なりで上がっちゃって、落ちちゃいましたね。いいのよ、いいのよ。もう画面から消えちゃってもいいのよ。でも、ほぼノーバン。ほぼって言ってもらってますけど。あ、じゃあ、ほぼノーバンな。でも、もう、バンバン、バンバンしちゃってる。ガンちゃんはワンバン。どうしても僕はこっち側につけたいんだから。こっちに引き寄せんな。何言ってんの？そうですか。ジャイアンツファンってことはよく行くのは東京ドームだったりしますか？そうです。でも私本当、その、お友達がいなくて、現地観戦がほぼないんですよ、はい。なので、毎試合は見てるんですけど、うん、基本配信で見てますね。そうか、今ね、便利なのあるからね。そうですよね、はい。すごい見やすくて、個人的には、すごい便利な機能として使ってます。まあ、おっちゃんも友達おるかおらんかいておらん方に入んねんけどな。あ、本当です。うん。一緒に行こうとしないでください。いや、お友達いっぱいいる。誘ってます何か一緒にないんだけど、スポーツに年の差なんてあるんですか？開き直らないでくださいよ。え、そうなんだ。プライベート解説とかできちゃうよ。でもめちゃありがたい。そうやろ、ばかり困ってるでしょ。周りの声ノイズがうるさい時にはこの距離、至近距離で糸電話すんのよ、はい、紙カップでビール飲んだ後の紙カップで糸電話すんのよ、聞こえるから。もうこうやって、もうこうやって。よくも、まあ、そんなこと言いますね。真ん中に投げているのかやで。糸電話解説。そうそう。それで3時間とか耐えられないね。いやー、ちょっとね。めっちゃレアじゃないですか。今でもこの年齢になって糸電話やったら感動するよ。はい、あ、そう。な、やってないでしょ。糸電話って知ってます？あります、あります。私も、うん、ちっちゃい頃ですけど、糸電話。でも、授業とか、はい、そうですね。作って、みたいな工作で。音の伝達、伝導の仕組みをするときの糸電話ってすごいよ。すごいですね。そやで。あ、そっか。じゃあ、ピーンと。思いっきりと短くする。隣だったらめっちゃ短くする。どうぞ。どうぞ。どうぞ。小学校の時に糸電話やってて、岩本ちゃん糸電話しようって言われて、好きですって言われたことは、俺もう話薄まってもんじゃん。それが話したかったんだ。すごい。そういうことそう、ロマンチックでしょ。ロマンチックですね。もう今やもう何や、携帯電話とかでしょ、スマホでしょ。携帯電話でもあるらしいですよ。何、糸電話やで、肉声やで。それが糸伝わってきたやで。じゃあ、ね、糸思いっきり短くして、もう至近距離で、うん、好きやでとかって言う。さっき糸短くて解説するでって言ったとこや、うん、でもガンちゃんのその話よりクレアさんのなんかいやいやいや、お前はキュンとする告白のシチュエーションとかも聞いてもらって、事務所 NG やって今言って、今言って、バツってしてください。大丈夫です。ないですシチュエーションって丸が出てるから、大きな丸が出た。キュンとする告白のシチュエーション、ここまで用紙短麗だと告白されたことは幾度だってあるから。ないですね。でも経験の話はダメですから、そうそうだ、今後こうしてほしいなとか、あ、そういうこと、妄想で。優しいトリートメント持ってるね。はい、ないもん、ね、ないですけど、なんだろう、野球のマウンドでとかですかね。あ、されたい。されたい。あらららららら、ら、じゃあ貸し切ってもいいですよね。でもよくシチュエーションで、はい、金かかる女か。なんか始球式プロポーズとかありますよね。はい、それ、はい、それ憧れる人ですか。憧れ、ちょっとでも、大勢の前はちょっと恥ずかしいかもしれないですけど。市営球場とかでもいいの？何ですか？市営球場とか。ちょっと小さい。あ、別に、はい。街の中とか。もう野球に携わって、自分の彼が野球好きで。はい、野球好きな人がいいですね。うん、それで。それでなんか、ここの野球場懐かしいねなんて言ってマウンド上で、うんうん、パーンと肩ひざついて。はい。片膝つく方がいい？いや、別につかなくても。どんな感じ？どんな感じなんか、妄想し、なんか自分がそういうのをしてる姿を妄想して。だから理想を聞いてるんだからね。まあそうですね。でも、マウンドまで行ったらでも逆に片膝つくぐらいの方がいいんですかね。なんか、急速でパッて渡されてもなんか、せっかくのムードがあって、なるじゃないですか。ムード重視。ムード。これ、ロジンをポンポンってしたら指輪が出てくるとか。おー、いいじゃないですか。イリュージョン。おー、すごいな、あかり。完全にあかりさんの理想だね。確かに。みんなで作り上げる妄想みたいなってましたけども。結構デザートとかでケーキの中から出てほしい、来てほしいタイプなんや。まあ、シャンパンとかから。こうだ。やめときましょう。泡から出てくる。お金のかかる女やで。大変だ、これは。じゃあ、クレア様。野球のお仕事はこれからどんどん増やしたいという意向でございますか？はい、もちろん野球、こういうラジオとかでもですし、またその始球式もやりたいなって。いいですね、次は例えば東京ドームとかでやれたらとは思ってますね。ジャイアンツいいと思うんですけど、はい、じゃあ
パリーグで推しのチーム作って、はい、推しの選手グイグイ押すっていうのもなかなかな近道よ。どういうことですか？セリーグとパリーグの違いは分かります？ DH。 あ、それはルールの問題ですよ。さすが。え、何ですか？セリーグとパリーグっていう2つの存在があるのして。はい、分かります。今セリーグだとジャイアンツでしょ、うん、はい。パリーグで推しのチーム作んなよ。ああ、なんか両方作っとけばいいってことか。そう、例えばライオンズで、ね、あ、好きなところで、はいはい、ビンビンの推し選手を、例えばインスタグラムとかでもね、うん、SNS でこの選手今日3だ私嬉しいみたいなことをやって、どんどんチームに前田肩入れしていくと、はい、そんなチャンスは回ってくるかもね。おー、そうですね、うん、パリーグもいっぱい見ていきたいです。薄っぺらー。いや、ぜひあのパリーグもね、いろいろ配信やってますからね。配信でもパリーグいろいろ見られるんでね、はい、パテレは頑張ってくれてるよね。あ、そうそう、全球が見られるし。あ、はい、そうですか。流れてきます、 SNS とか見てたら。やっぱりパテレさん、まあまあ僕の面白いコメントもアップしてくれるの。え、見ました。あ、ほんま。あら、あれ、お、ほら、けえへんで、ね、ほら、けえへんで、あ、ハーフスイング、おー、見ました。よかった。よかった。何回もやってるからどれか分からへん。横打ちのカメラ来るか来るか、あーってやつやろ。そうです。え、でもいろんなパターン見ました。いろんなパターンっていうか、いろんな回の見ました、うん、はぁ、あ、はぁ、あ、とかもやってる。言わないでみたいな。パテレ大好物やから。あ、リスナーさんから質問届いてます、はい。さいたま市にお住まいの大宮のロケットさん、24歳の方です。はい、クレアちゃんへ質問です。はい、今年の巨人はおととい9回に3点差で負けてる中で、うん、モンテス選手がスリーランを打って同点にして延長に持ち込んだり、はい、浅野選手が台頭したり、若い力、新戦力が躍動しているシーズンだと思いますが、はい、今後クライマックスシリーズへ向けて期待したい選手がいたら教えてくださいということです。どうでしょうか？そうですね。でもやっぱりクライマックスシリーズとかは先発投手の方が重要なんじゃないかなとは思うんですけど、うん、私が一番したいのは岡本選手のホームランですかね。頑張ったの確率。はい。やっぱあのホームランがあるとやっぱ勝ち勝率高いですし、うん、あの最近ちょっと負けてる試合も多いんですけど、そういう時ってなかなか打ててないことが多いので、はい、ホームラン期待したいです。でかい一発が見たい。はい。あかりさん。はい。うん、メールくれた人は誰ですか？大宮のロケットさんです。はい。あの、こういうメールを送ってくるから僕らの仕事がなくなるんですよ。何ですか？ゲストの方に語ってもらう。しかも確信をついている。ナイス質問。すみますか？うん。短期決戦、4番バッターのバットが火を吹くと、勝ち上がる可能性が高い。ズバリ確信ついてるんですよ。ああ、よかった。俺の仕事がなくならない。いやまず僕突っ込もうと思ったら、それ俺にする質問やろと思ったけど、確かに、はい、クレアちゃんどこまで喋れるか言ってみなさいと思ったら、確信ついとんねん、これが解説クレアさんですから。もうかなり本格派ですよ。気がついたら何、ベルーナの俺の解説日、彼女座ってんじゃん。おっと来週ちょうど1週間後ですよ。1週間後私実況ですよ。え、本当ですか？交代してもらっていいかな。なんでそれ嫌がるんですか？もしかしたらそうなるかも。あ、そう、2人でです。あの、倉庫に寝かしているアクリルボードを持ってきてくれる？なんこれ、今はもう使わなくなったけど、あの、サイドのアクリル板。なんで？二枚板さんね。なんで？いや、いいじゃないですか。だって今この時点で俺へのボディタッチ今7回あんねんね、もうすでに。ちょっとね、あ、触っちゃったと思いながら。ほんで、手の甲がベタベタしてるし、久しぶり。もう、二人のそんなベタベタとか聞きたくないんで、あの、そろそろ爽やかな話題言ってもいいですか？お願いします。はい。最新の楽曲についてお聞きしたいと思います。興味ある。来月10月30日リリースの EP 寄り道 Take It Easy Baby、 先ほどお流しした曲なんですけれども、こちら本当に一日の始まりとか終わりに聞いても、はい、とっても安らぎますよね。そうなんです。こちらの歌詞がこうゆっくり前向いていこうとか、うん、ちょっと寄り道しながらでも頑張ればいいよっていうようなこう寄り添う楽曲になってます。なんか仕事行くの嫌だなっていうリスナーさんも多いと思うんですけど、この曲だと寄り添ってくれるんですよ。あ、ね、マサイチさんも今日の帰り道とか聞いてみてください。あ、ぜひ。もうちょっとね、いろいろ心を癒して、ね、絆創膏を、ね、貼ってくれるような曲でもありますよ。もうガンちゃんにもうビシビシビシって心を、はい、でお知らせが盛りだくさんですのでお伝えします、はい、すみません、お願いします。現在開催中の文化放送ガールズガールズのガルガルトークプレゼンツ、ガールズガールズ東武動物公園スペシャルサマーコラボレーションの一環としまして、来週土曜日9月14日土曜日にガールズガールズの皆さんが東武動物公園に登場しまして、イベントステージオーラにてガールズガールズのガルガルトーク番組公開収録を開催、はい、そしてここでしか見られないスペシャルライブもお届けするよということです。はい、そして先ほどご紹介しました EP
EP よりみち Take It Easy Baby に関しては各地でリリースイベントが行われるそうです。関東地区の日程ご案内します。はい、今月23日月曜日、埼玉県越谷市のイオンレイクタウン風、うん、10月20日日曜日神奈川県のララポート横浜、11月3日日曜日千葉のイオンモール幕張新都心、リリースイベントはどなたでもご覧いただけるということです、うん、はい、でイベント当日嬉しいことに会場で EP を予約購入された方には特典が用意されているということですので、詳しくはガールズガールズのウェブサイトをご覧いただければと思います。ありがとうございます。今ね、これあのお知らせ聞いててさ、はい、結構みんなトーク力あるんだ。あ、ラジオですか。うん、とラジオとかトークショーとか、うん、盛りだくさんじゃん。そうですね、私たち結構ラジオ長くやらせていただいてたりとか、ね、みんな喋れます。はあ、MC 力トーク力がないとこういうの成立しないからさ。そうですね、もう8人でやってます。その中でもクリアさんはどれぐらいのポジションなの、喋る位置で言うと。あ、でも回す係です、それで言ったら。うわ、すごいじゃないですか。あの年も最年長なので、うん、結構まとめる側でもあるのかなと。リーダー、はい、キャプテン的な存在はいるんですか。あ、リーダーはもう一人、もう一人っていうかリーダーは別の人がいて、その次ぐらいの年齢ですね。うわー、はい、マジ得意や。いや、それすごい能力ですよね。そう、あなたはそう感じるでしょうね。いや、めちゃくちゃ、ね、羨ましい。まさに一番さ、本当にトークショーとかの司会とかそういう仕事は来たりする。あの、たまにしますけど、うん、めっちゃ。やっぱたまにはね。たまに、たまに。で、で、めちゃくちゃ緊張する。ボートレース場とかそんな感じ？ああ、ボートの仕事もありますし、それもありますけど、そんなにないです。俺一つ言っていい？何でしょう？マサイチに一つ言いたいのは、はい、MC とか、はい、そういう司会者とかは、喋、はい、る仕事じゃないんやで。喋らせる仕事。そう、分かってんねん。そう。なんで喋っちゃうの？さっきからもグイグイグイやん。だから多分私 MC の仕事来ないんですね。今のだからもそう。公開説教が始まっちゃいましたけども。ちょっと今度見てみましょう。あのビートルズの話の次にこれやろ。あ、そうですね。で、それ終わった後、この曲を聴いて癒されると、はい。そうそう。あとガールズガールズさんの YouTube でね、いろいろトークも聞けますんで。ね、はい、はい。そのと、MC すごい楽しみやな。クリアさん、あの他にお知らせありますか。はい、あの今紹介していただいた、 ニュー EP よりみち Take It Easy Baby のミュージックビデオが今日の、8時から YouTube で公開されますので、はい、そちらもぜひ皆さん見てほしいなと思います、うん、チェックします。これさ、 Take It Easy Baby って意味どんな感じで捉えてる。これいくつかの角度で捉えられるの、シチュエーションによっては。ああ、そうです、ね、ベイビーってついてるんで、うん、すごく親しい人なの。そうですね。テキリーズベイビーっていうのは、はい、うんうん、お気をつけてなお前なって心配してるぞ、うんうん、みたいな。私も友達のような、すごい親友の、そうそう、気楽に行こうぜ友達、はい、みたいな雰囲気で感じてます。その通りです。もう気楽に行こうっていうことなんで、気楽とかテキリーズベイビーっていう時には気をつけてねっていう言葉も使ったりするからさ、はいはい、うん、なんか夜道しながらでも目的地まで、はい、安全についてね、いつも安全を願ってるよっていうような言葉よね、これ、うん、あかりさんね。ありがとうございます。その通りだと思います。これめちゃくちゃいいサブタイトル。そうなんですよ、ここ結構大事なので。大事、ありがとうございます。これ誰が提案したの。これは事務所の方。お偉いさんじゃないですか。手挙げるか、誰だ、そこにいる人か、います。お、遠慮してるぞ。違うんだ、専門の人が作ったの。素敵な方。あ、分かったです、はい、センス抜群、素晴らしい。拍手。うん、テキリーズベイビーって特別な人にしか言わないからね。あ、そうなんです、うん、チームメイトとか家族とか恋人に、はい、うん、いい言葉だ。かっこいいね。ぜひお願いします、うん、クレアさんの野球のお話もたくさん伺いましたけれども、はい、芸能活動はこれからどんな目標ありますか。そうですね、私たちはもう8人でグループでやってるので、私たちのパフォーマンスをもっとたくさんの方にお届けしていきたいなって思ってますし、まあ、個人的には野球の仕事ももっとたくさんできるように頑張りたいなと思っています。もう今や SNS があってさ、はい、自分の思考をちゃんとルール守れば皆さんに知ってもらえるやんか。そうですね、はい、うん、これはもうどんどん自分の活動アピールしてほしいね。はい、ね、で、頑張ります。ベイビー。ここで出ました。ね、こういう時使うの。うん、ね、発案者。ね、楽に言ってよ。ね、うん、無理やりだな。ベイビーっていう感じ。はい、じゃあ、うん、そろそろお時間ということで、改めてガールズガールズの新曲をお聴きいただきまして、増田クレアさんとお別れになります。はい、でその前にリスナーの皆さんへメッセージお願いします。はい、今日はありがとうございました。パリーグも
セリーグも一緒に盛り上げていきたいなと思いますし、うん、この後もまだまだシーズン続いて、うん、熱戦になっていくと思いますが、一緒に応援していきましょう。ありがとうございました。素晴らしい。岩本勉のマイドスポーツ復活祭のゲストはガールズガールズ増田クレアさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後に曲紹介お願いします。はい、先ほど紹介させていただいた10月30日にリリースしますニュー EP からです。それでは聴いてください。ガールズガールズで寄り道 Take it easy babyTake it easy, baby, you and me. なんだかなるよ Don't you worry. 見えてくるはずよ どんどんこのまま行こう 寄り道して行こう Take it easy, baby.